画面右が、川崎造船製平行源トラス、その左側が、極弦トラス部。右岸上流川より、撮影列車内から見た伊比川橋梁、伊ビガ橋梁伊ビ川橋梁は、岐阜県大垣市と岐阜県安ン郡安ンパ町を結ぶ、伊ビ川に架かる、タルミ鉄道の橋梁である。かつての東海道本線である、御殿場線の橋梁を再利用した橋梁であり、明治時代の橋梁が現存している。 再利用のために、橋梁の一部を改造している。樽見鉄道の前身である、国鉄樽見線の着工は1935年であり、一旦は、伊比川橋梁は心臓の橋で建設が行われた。しかし、太平洋戦争により工事は中断、完成間近の伊比川橋梁は撤去されてしまった。戦後、工事を再開した際に、他の橋梁を再利用することとした。 転用元は、五天場線の、計護箇所の橋梁である。200フィートトラスは1900年、A、A&P ロバーツ製。100フィートトラスは1916年、川崎造船製である。これらの橋梁は、現在の五天場線が、東海道本線とされていた当時に複線化に、伴って設置されたものである。その後、丹波トンネルの開通により、 東海道本線のメインルートはそちら経由となり、御殿場線はローカル輸送を担うことになったが、戦時中の資材不足の折、他路線建設のためにレールを供出するために、御殿場線が単線化された際に、これらの協梁群は使用が停止され、1944年には用途廃止となった。その時に撤去されたのはレールのみであり、 橋梁はそのまま放置されていったものを戦後の樽見線建設に際して、伊比川の都下部に6連の橋梁として転用したものである。歴史的公共伊比川橋梁をありがとうございます。